これは何でそこに裏一辺でそって一番ここにってね。わあもういい香り。いい香りだよね。野菜の匂い。だからお醤油のね。いいよ。そしたらもうこのまま出したわ。うん。あ美味しそう。私はあ、はい、進んでおります。私は女王様はい、エリザベス。私は始めしたどう、美味しい、うん、美味しい、美味しい、醤油味、大好き。うん、ちょっとお酒入れる。お酢、うん、入れてもいいかも。カンタガスだからあんまりそんなに強くないのよ、うん、ね。メアリーお着替え。あら、どうしたの。メアリーちゃん何のお着替えしてたの。長袖お着替え。メアリーちゃん寒いの。あれメアリーちゃん今日結構な感じにオールバックになってるね。可愛いメアリー。メアリー超可愛い。あのね、結構ロンパースね、可愛いの持ってるの、ね、これロンパースはこの、 あのメアリー用なの。いや、人間用だよね、これ普通に通販でなんか700円とかで買ってるの。あ、普通にあの子供が人間用だよね。見てこのセット、え、かわいい。小森の下地さん、ベビーオール何してんの。ベビーオール何してんの。ベビーオール何してんの。本当だ、ベビーオールつけてないでしょうね。ベビーオールマッサージとかしてるの。うん、いいんじゃない、このぐらいの低温で焼く感じが、ね。これやっぱりこれぐらいでよかったよね、きっとね。あ、もうちゃん、あ、ブラックペッパーのなんかやつないんだよね、うん、黒胡椒で、あのガリガリしたブラックペッパーよかったね。ガリガリね。僕仙台市の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 覚えるよね。あとさ、ダラララダダマンションのことならわかるんだ、住んでいるからわかるんだ、マンションのことなら発生こう、ダラララダラダラ。これ朝一聞いちゃうともう一日つながってる。アボカド乗せてるみたいな、ね、チーズに見えないね。ね、カリカリして。それでちょっとブラックペッパーっていうか黒胡椒になっちゃった。でもさ、これかけると違うよね。さっき味見したけど、うん、これないとなんかちょっと足りないよ。あとちょっとチーズのさ、うん、塩味も薄いからさ、うん、もう塩気はないよね、あんまりね、うん、あとチリソースちょっと食べる。そうかも。やるよ。はいよ。ちょっと早かった、うん、これさ、この香りだけでご飯食べれるね。バター醤油、ほら、焦げ目ついてきて、ね、美味しそう。わー、美味しそう。これでどのぐらいおつまみになるでしょうか。ペロリとなくなりそうです。美味しそう。まあ、いい香りする、うん。お疲れさん。お疲れさん。お疲れさん。風呂入る。お母ちゃんいた。おかえり。嬉しい。風呂入った。お疲れ様。あの、姉ちゃん赤、あの、洗ってる。びっくりした？そうだね。何寒いのガクガクして。あっという間に来たね。でもありがとうね。もう全然全然。
変だったよね。あ、でも2人だから分かりますね。お茶のご飯食べよう。お姉さんどれでやる？ラッキーミュージックイン。私ポン酢。あ、何だっけ、これユズポン？ユズポン。ちょっと一回テレビ止めない？イエス。ほら、介護してくし。これはほら、背もたれ付きのところにしてる。あ、そう。うん。これでいいんですよね、スーパードライのね、うん、なんかこうデザイン変わった。変わった。なんかだからすごい悩んじゃって。なんないよ、別に。俺腰とか全然痛くない。いや、本当だって腰痛持ちよ。俺あれだよ、はい、股関節のストレッチ毎日やるようになって全然痛くねえよ。痛くなるよ、股関節。なるな、股関節柔らかくすると腰痛良くなるよ。はい、待ってたよ、アタイくん。締めよ、締めよ。こっちで、アタイ、こっち、じゃあ今日は、ここにあるよ。今日は取ってつけたようにパパの誕生日。そう、締め出たよ。じゃあ何に乾杯なの？うん、じゃあパパの誕生日。いいよ、取ってつけたよ。パパの誕生日に乾杯。乾杯、お疲れ様。あと、ネーネーの、もうすぐ、こっちの方が近いよ。じゃあネーネーおめでとうもやり上げる。そういうの知らない。もうメイドカードで全部まとめてやっちゃう。そういうのは知らない。最後お疲れ。なんならもう9月のもやっちゃおうだから全部やろ、チャーちゃんの9月。はいな、白飯食いないんだ。いいからまとめなくて。まとめちゃうから。あ、おいしい。みんな好きに食べよう。ほら、はい、いただきます。こんなにいらないけど、これしゃぶしゃぶ用じゃないの？あ、しゃぶしゃぶ用ポン酢。そうそう、ポン酢と、あ、これ食料だ、これね、ポン酢しょうゆずだって。あ、お母さんキムチ買ってきたんで、これよかったら食べません？チャーちゃん、味ポン酢ってはいよ。え、ありがとう。熱っ。私すごい毛穴開いてると思ったら鍋前だった。だからさっきから毛穴開いてると思ったの。そこに座るよ。だからいいからいいから、気をつけてよ。ありがとう。これ1000円。ガーとかやってバーとかってもう最悪だから。そう、最悪だからさ。うまい肉が。熱い。うん、できた。やった。はい、ありがとう。うん、肉うまい、うん、ね、いっぱい食べな。これも美味しいよな。うん、これな、タレ、うん、何このタレ、これ、うん、なんかポン酢がめっちゃ合う。でもお姉さんと私でこれだけこの時間で作ったのすごくないですか？うん、すごい。褒められて、ね、褒められてないけど自分で。でも意外と手早くできたよね。ちょっとおかしかったよね。やっぱ二人で分散できるのっていいかもしれない。あ、いいね、おいしい。うん、じゃあ言葉も結構うるせだった。じゃあ、あとお母さんこれなんかレンコンのコンソメバター炒めみたいな。これ肉いつまでも入れて硬くなるよ、これ。あ、お肉食べたい。野菜食べなの？ありがとう。おっくるは肉、おっくるに今入れた柔らかいやつやからな。え？はい、ありがとう。ねえねえにやっぱ、ねえねえにこれでいいね、これ硬いやつ。あ、ちょっとこのレンコン分かる。ちょっと洋風。ちょっと洋風。え？ちょっと？私食べたけど。洋風だね。私でも好きだよ。でもお父さんの目しないで。似てる？なんかこう。そっくりだね。もうなんか、え？ってこう。全部親父だ。一瞬さ、え？っていう顔がもういつものくぼ、落ちくぼんだ感じ。あ、ちょっと。横顔だと親父だよ。グレ、本当に、うん、だって私今日お父さんともちゃぶだかいただきました。お父さんと一日もちぶたデートみたいな。そんなに、でもあんたも似てる時あるだよ。スマホ見てる時。あ、ね、これじゃ、ちょっと待って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 、これはダメだ。ちょっと水性洗剤でやるから。ちょっと待って、イマズラの上にバケット乗せて垂らしたことによって汗を出て焦って垂らしちゃって気持ち。じゃあもう馬面のバケット。面白いお母さんだよね。このさ、バケットにこの切り干し大根のサラダを乗っけてみようと思って。これ美味しい。絶対合うよね。あんた酒飲んでる？飲んでるよ。あ、口数多くなったらさ、だんだん。え、いつも、え、いつも、いつもだよ。え、変わる？どれ以上どれ以上。あ、前回すごかったよね、酔っ払って。俺前ね、俺前家帰った時に、家帰ってきた時に、なんかいつもと全然違うと思って、うん、あの時はすごかったね、酔っ払っちゃった。すごい飲んだのに。だって、だって勝手にもうもっと飲むって言って冷蔵庫行って、焼酎これ飲んでいいの？もうもっと今日飲める飲めると思って止まんなくなったとして、逆に何でもいいのって言って、もうなくなったからそこで止めたのね。で、帰った後に、ああやれやれと思って。
早く帰らないかなって口数の多いずっと喋ってからずっと喋って、いつ次いつしてんだろうって、うん、ありがとう、ね、しかも同じ話したら3回そうそうそうそれが酔っ払ってるとかすごいの喋り方がやるっていうかさ、もうやだ、もうほとんど聞いてないから周りに、私も聞いてない、うん、ごめん聞いてない、だから私あの日帰ってからお母さんになんか茶の間で喋ったみたいだけど、あんた早く寝なって言われたね、あだからこれ私お母さんが言われてる時これいつも逆だったんだから、ね、うん、そうだよ、すんごい、私もたまにあるよね、酔っ払って帰ってきて、うん、子供たちの部屋に行く時すぐうざがられる臭いのめっちゃすごかった、お風呂を変えていくともうみんなね、そう、寝し、寝し、だって私お休みって言おうとすると各部屋回ってくる、なんかジジがまだ寝んなってすごい必死な顔して言うの、うん、もう眠いよ、明日も仕事だしとかじゃん、お母さん帰ってくるまで絶対寝んなって言って、うん、で帰ってくると私に早く寝せろ早く寝せろってお前が役割だみたいな、そうそうそう、私の役割、まあ返事ないと各部屋回んなくて、何かけたら今回るの、うん、やだ、人とかに聞いてる、やだ、ママと一緒だ、ちょっとゆずで耐えたい、もういいの、なんでうまずらっていうのね、なんかこうやっぱこういうんだって、どっかの地域でババアっていうんだって、へぇ、おいしいのにね、なんだ私の顔に、ね、正直、あ、売ったな、かなり美味しい、この唐揚げ、うん、カレーみたい、干しカレーみたいな、うんうん、ね、なんか白身のたっぷくなるな、うん、レモンかけた、うん、かけるかける、あ、お肉ちょうどよかったんじゃない、だからあれもすごい、うまずら美味しいね、この量で400円ぐらいだったからね、そこ本当に安いね、600円だけど、パパうまずらこれでいくらだっけ、なんだっけ、400円、安くない、だってサバだってあんな立派なの2尾で90円ってすごいよね、今度お袋連れてくから、どこ、ゆりやりの魚の市場、伊藤レモン醤油で食べてる、伊藤の中に入ってるの、すごい新鮮だしさ、レモン醤油で食べた、あの地震後2回ほど行ってんだけど、そうなの、うん、でもちゃんと一番になってからは行ってない、あの頃地震後はほら仮の店をやってた、ああ、うん、おいしい、うまずら、おいしい、うまずら、うまずらがうまずら食べたの、トモグイ、トモグイ、なんか家族で私だけ特殊じゃない、顔が変わっちゃうね、うん、でもジジに似てるからジジに似てるからで輪郭、ジジはパパと似てる、ここパパとねめっちゃ似てる、やっぱさっき横に話した時びっくりした、うん、コメントでも来るように似てますだから、うんうん、目はタワーお母さん、目も鼻も口も全部タワーお母さん、うん、ただ雰囲気がお父さんに年取りに似てきたっていう感じなのかな、ジジ声は似てるって言われるな、お父さんに咳払いとか、これは絶対唐揚げが一番美味しいよね、うまずらのうまずらを、うまずらではないよね、うまずらではないんだな、うまずらって長いんじゃないよ、ママ長いんだって、もじゃあ口がね、ものすごいおちょぼ口なの、うまずらってこれね、釣る時も、うん、あの柄紙みたいな感じで釣るんだよ、吉さん網で取るだろうけど、うん、私もちょぼ口ではないの、釣れない俺中学校の時よく釣ってきたの、うまずら、え、うん、え、これって意味じゃないの、中学校の時に、うん、え、もう西の行ってさ、私もよく釣りに行ったけど、こういうさ小さい魚は取れない、大きい魚ばっかり釣ってた、カジキとか、うん、だからなんならお前のマグロとか取れたかも、ところが自分で釣った魚は食べれないから餌もつけられない、ね、私も無理なんだ、釣った魚は取れない、そういう人もいるんだけど、正直そういう人から一緒に行くと迷惑なの、大変だよね、でも一人ね専門についててくれた人いて、大変だよね、そういう人、餌つけらんね、魚取れねってもう本当に、うん、釣りする、私もそのタイプ、もう釣るだけって感じでしょ、で自分の釣った魚は食べれない、だから人にあげる、でも昔からと小学校の時に朝すんごい早く起きて、土曜日とかあの掘りに、あの釣りに行ったの2人で、まずこの人だから携帯でさ、これ撮ってくるでしょ、半分近いし、今と違うから、うん、今に肉ま撮ってきたよ、アメリカじゃないかとか、うん、誰がに撮りしてた、うん、で面倒見ないから腐ってくるわけなくなるとそれを何をって
大変。チャーちゃん全部処理してた。クレソン食べたい。うん。クレソン嬉しい。うん。うん、すごい美味しい。やった。うん。美味しいよね。箸休め。今骨休めって言うの。え、ちゃちゃすごいな、こっから毛生えてる。宝毛でしょ。全部生えてる。え、これこっから。うん。ここもあったね。さ、白いの長くなかった。すごいね、宝毛。ここは取れた。あ、あるある。あ、ある。うんうん、え、ここでしょ。ここは黒い毛が生えてる。ないね、あるね。ここもこれ。私の読み上げちゃう。ちょっと取ってあげる。いいか。なんか待って、宝毛あった、宝毛あった。俺は宝毛。お胡椒でもいいと思ったんだけど。ビール混ぜるの。あ、合いますよ。もう少し飲みたい。じゃあ。お母さん最後お肉。はい、ありがとう。あ、いいの？いい、食べたの？いいです、いいです。私はもう十分。いや、私はいろいろおつまみあるもの。はい。お母さん栄養とってください。うちら取りすぎながら。でも今日なんかいいんです、私なんて食べて一旦お腹いっぱいになったと思ったらまたちょっと減ってきたもんね、あの時ね。いや、別に私は。別にそんなに。野菜入れてあげる？いいの？あ、もういいですわ、野菜だけそんなに。私いくつで飲んだんだろう。会社に入った時は飲み会結構あったけど飲めなかったから。で二十歳過ぎてから、スパークリングうまいの、ね、まず毎日ね行ったね会社の人たち、ボーリングに行ったその帰りも飲んで。楽しいの。会社だと本当その毎日の飲み会が楽しい。ダンスホールとか行かないんですか？昔ダンスホールとか行かなかったお母さん。行ったよ。うん、うん、ね、日の出の7階に。え、懐かしい。日の出。でうちらなんかそれダンスの文化ないよ。ないよね。社交ダンスみたいな。ないない。飲んだからダンス踊ろうとかっていう。逆にそういう世代ではない。でも私社会人になった時ってあのカラオケ行くと部長があの春を愛せる日が必ずそれでなんか知らないけど副長とかとチークダンスとかのの歌で。そうそう、私メリジン入った人がチークタイムバンドやったの。それはそれでその人ずっと毎年私たち中学校の時今セクハラだよね。あの人ら成績トップでもあれは楽しかった。その人がバンドやって東北大入ったでしょ。バンドで東北大入ってからバンドやってその人がチャーチャーと付き合ってくれって言って。え、うん、告白そうでしょ。成績トップのバンドボロが松島に連れてってもらったんだけどチャーチャーとって幼いのに。え、男がいなくてチャーチャーこいだの。それから男かってさ、ちょっと、え、ペダルでやるやつでしょ。だから手で買っておこれ、うん、ボート。無理かも。無理だよね。無理だわね。で、チャーチャーもこいだ。だってあれってこうやってやるだけじゃないの。私も絶対無理。絶対向きになってやるよね。絶対やるよね。ねえね、海洋少年だったからボート上手いかんね。すごい、しかも腕力すごいから。その人こげなくてちゃん込めますかって言われたら、あ、大丈夫だよって。それを知った瞬間から会社に電話かかってきたら許す。でもそれはしょうがないね。やだね。それはしょうがないくられても、ね、うん。ちょっとやだよね。どうとは思えないよ。でもね、綺麗な顔してた人だったの。でも最近の顔じゃない。じゃあお母さんその人と結婚したらお姉さんこう馬面になってないの？なってない。ね、ごめん、なんか馬面確定みたいな話になったけど馬面ありきの話ありきなんだけど、ジミンジとはそういう関係じゃないもん。全然本読む本が一緒だったりもう今度買い替えもしたし本買うお金もないからジミンジが持ってる本借りるのに自分の本貸して後悔して読んで、ね、読んで映画見たい、うん、どう？いいね。そしたらある時ジージがドライブ行くべって行くべーちはね、なんか意外それが行くべー行こうよ、デートの誘いだよね、うん、そしたらでもジージがあんたさ、俺と一緒になった方がいいと思うよとか言うと思うな、そんなこと言うの裕次郎っぽい、うん、でうんうん、それがいいそれがいいってあれ例のごとく自分で自分のこと決めるでしょ。照れ臭いからあの真剣とかじゃないんだよね。そういうふうにそれでも精一杯じゃないだろう、うん、お父さん。え、初めて聞いた。でもなんか前の日から用意してたのね、1週間ぐらい前から。そんなこと言われると思わないから、なんで私もこの人とライブしないんだろうと思ったから行ったんだけど
でもそれってモテる女のなんか感覚だよね。誘われ慣れてる感じはする。そんなことないよ。なんでこんな、なんか何とも思わず行くってことだよね、うん、別に意識もしないで、うんうん、でも嫌じゃなかったってことですよ。断らないってことは。友達の、私の友達の旦那さんの友達だったの、うん、でその友達の結婚式に友人代表で、どっちの友人代表だったので挨拶して、うん、どっちも友人代表だから、そういう風にしてこう、なんか豆ってた、うん、顔見知りでしょ、ね、そしてその後も全然、ね、いろんなとこ行ったりしてたから、ね、だから友達関係がさ、うん、まさかと思ったの。でも娘に言われると暗示にかかってみたいに、そうだねみたいな、うん、友達としては嫌だ。自分で質問して自分で答えてたの。一緒にいた方がいいよね、そうだね、うん、この人と結婚したいって人だっただけだよね、うんうん、だって結婚願望ってもともとないでしょ、うん、必ずでもしなきゃないもんだと思ってた。私もそう思ってた。そういう時代、うん、すごいなと思って。私は同じ立場で同じ意見を言いながら、うん、そういう生活をしたかったから、うん、ならできると思った、うんうん、確かに、うん、あとは話ができたし、うん、喧嘩もできたし、うん、でもね、ネットも話したんだけど、うん、結局やっぱり結婚するときに自分のちゃんと意思がなく、なんとなく流されて結婚した、うん、結婚生活って絶対後からなんかあるよね、うん、絶対ある。好きでもこの人と一緒になりたいと思って結婚したら自分にもこう責任持てんだけど、うん、なんかあれ気がついたら私結婚してたんだけど、あらみたいな、あるんだよ結構ね、パターン的に。だから私パニはなんかちゃんと自分の意思を持って選んで自分の意思で結婚してほしいの。そうそうそう、ね、自分の意見も相手の意見もちゃんと聞ける。そう、いや私最近思うのは尊重し合える仲と思って、うんうんうん、人のことをやっぱり一人の人間として尊重してくれる人だけママは嫌だ。でね、あのちゃんと話ができる。だから、うん、そのちゃんと話ができるというのはイコール、うん、ある程度みんなでもあれ、ある程度未来ある若者、持ってる基本的なレベルとかそういうものもある程度近くないと、うん、自分が一生懸命こういう思いを伝えてもそれを理解できない人もいるのよ、うんうん、だからそういう人にどれだけ話しても理解してもらえないってことはもう一方通行で、それは話し合いにならないのさ。だからやっぱりちゃんと会話のできる、うんうん、だから対応できない人とは話すことも無理の、うん、対応できなければ相手が、でこっちも相手の言うことに対応できなければ無理だから、うん、だからそういう意味で結婚した時に同じ立場で、人間として意見の交換のし合い、うん、それから話し合いいっぱいできたから、うんうんうん、決めていいじゃないか、分かるかも。ああ言うよ、うん、私のことが眩しいんでしょ、まあ、はぁ、あ、そうでもないもっともっと当ててやるからあれじゃあコンビニのホットスナックみたいな、うん、お母さん食べ物足ります？パスタでも作ります？いらない、全然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 大丈夫、大丈夫、いらない、いらない、本当に全然ドンベイでも買ってきます、うん、えやれ、ドンベイでも買ってきますやれそこで仮に食べたいって言っても絶対買ってこねえよ私誰にいつも誰にいつもコーヒー飲むって聞くんですよ、うん、で飲まないいいって言われると思って聞いてるのね、だから聞くあ飲むんだって、うん、聞くんだよ一応聞くのいいふりして、いらないって言われるのを予測して聞いてる、そうそうそうでいいふりで聞くんだけど飲むって言われるとすごい嫌なの、いらないって予測するなら最初から聞くなさいでもいいふりして聞きたいのよ、なんか踊ってる人いるんだけど、どこね、ライライラジさん、ラジさん、ラジさん、ライライラジさん、ラジさん、ラジさん、ライライラジさん、ラジさん、ラジさん、はい、土壌が来ました、ラジさん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 、はい、土壌が来ました、救ってください、どういうのやらない、どういうこと、どういうこと、土壌が来ました、救ってください、独特盛り上がるよね、ねねみたいな人いたら、でもこの人もそういう立場だよね、いつもね学校で私は絶対そういうことしない、あ、でもそうじゃん、え、うん、しないな、
ごめん、静かに飲んで。全員基本脱毛子だから、ね、落ち着いた。お酌してあげて。大丈夫、大丈夫。あ、すいません、申し訳ありません。すいませんすいません、気が利かなくて、気が利かない嫁ですいません。え、嫁だった？誰？すいません、嫁って誰？いないよ。いないでしょ。うわ。